おはようございます。おはようございます。あ、おはようございます。よし、間に合った。顔はちょっと間に合ってないけど、そこそこ間に合いました。ちょっとテレビが、よし。おはようございます。もふちゃんこと村久保風花です。ちょっと急いでメイクをしてるんですけど、ちょっとね、間に合わなかった。本当は完成してからやろうと思ったんですけど、今日は握手会なんで、握手会の準備をしてたら間に合わなかった。ねえ、こんな前髪全開で、おはー、おはよう。今日ちょっと今朝はね、すごいバタバタしてます。やばい、髪の量がやばい。チークをね、買ったはいいもののあれなんですよね、筆がない。そう、筆がないのにチークを買ってしまったから、指でつけてます、いつも。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。私も今目覚ましテレビ見てます。でもちょっと NGT のところは、なんか NGT なんか やってたみたいなんですけど、ちょっと見逃しました。本当に私がつけたと、結構前からつけて、結構前ではないかもしれないけど、つけて見てるんですけど、映ってないです。私が見てた間は。ファスナー全開？何が？ユニット？6時15分と31分。ああ、ちょっともうちょっと後につけたかも。
かリップ。おはようございます。チークを手でつけるって、手つけるの難しい。これつけすぎた。おはよう、おはよう。よし、オッケー。よし、ではピンで止めてたらすごい取れちゃった。あ、ユニット？さっきのコメントだけどさ、ファスナー全開ってあれユニット、もともと背中が開いてるワンピースなんですよ。あ、いいおしゃれです。ちょっと分かんないかもしれないけど、ありがとうございます。メイク配信ってか、もうメイク終わっちゃったもん。メイク配信ではないんですけど、まずとりあえず握手前にもうちょっと前髪直すから、まあ今はいっか、こんくらいで。今日そう、じゃんけん大会の予備選があるけど、それじゃなかったですか。3人組は明日って私は聞いてます。明日が勝負です。我らがジンギスキャッツの勝負です。ございます。ジンギスキャッツなら勝てる。そうですね、ジンギスキャッツなら勝てます。最強だから、最強だって2人が言ってるから、3人中2人が最強だから最強です。ちょっとすごい湿気、アイロンつけしたら湿気がすごい。
フーパーズさんはあんまり詳しくはないんですけど、普段塾さんと最近曲が上がってるじゃないですか、キラットラブが。その映像は見て、ちょこちょこツイッターとかにも、普段塾さんのツイッターにも登場してるの見てます。あと前世が来た波音ジュリエット、まあすごくない？これライオンするとしないじゃん、こんなに多くない髪髪の毛綺麗。やった。これはね、このアイロンがねすごいいいやつなんですよ。あ、熱い。これをねしたら髪がよく綺麗になるんです。そういうアイロン。こうやって一回に挟む量が多いから良くないんですよ。でもちょめんどくさいから挟んじゃう。何してる？アイロンしてます。お、チラ見したら美人。チラ見じゃなかった、チラ見しに来たら美人。イエーイ、チラッと美人ですね。チラッとな。そう、こんなね結構出来上がってきたけど、まだ服がね、パジャマ、パジャマってかレイちゃんの生誕ティーなんですけど、去年の。サラサラ。お、ありがとうございます。上半期人気1位だって、嬉しい。 NGT すごい。どうやって出したんだろう、人気1位って。どういう指標？嬉しい。でもそういうとこで名前が上がるのはすごい嬉しいですね。ありがとうございますパジャマ見せるほどのパジャマじゃないですよ、全然ジェラピケとかじゃないんで。イギリスから、すごい、ありがとうございます。イギリス、グッドモーニング。よし、熱い。今日はね8時まで配信します。8時になったら絶対にすぐ切りますので、ちょっとすいません。そう、本当は8時、8000人ね、フォロワー8000人ありがとう企画なので 8時からやりたかったんですけど、なかなか予定が合わなくて、最終とかはまあ自分の事情だったんですけど。めっちゃサラサラ、見て、ほら触って。
そう、遅刻したら大変だから、ちょっと準備しながらにしよう。お、タワーだ。ありがとうございます。ケイトさん、ケイトじゃん、あの眉毛描くやつ。ケイトさんありがとうございます。ちょっと笑い合い、レイちゃん推しです。だってレイちゃんいるよ。あ、ちょっとあんま今日映ってなかった。こちら私のレイちゃんです。すっぴんじゃないです。さっきのメイクを途中までしました。全然目とかは何もやってないけど、あ、おしましで行こうかなって。やったー、嬉しい。レイちゃんの話しましょう。じゃあ、あ、秋田美人。渋谷吹けない。本当に吹けない、吹けない。なんかもうちょっと吹けたんですけど、昔は。そう、今日は七子の誕生日です。おめでとう。二十歳の仲間が増えました。これから私はどんどん二十歳の仲間が増えて、まあ私も今年二十歳になったんですけど、仲間が増えてどんどんみんなでお酒飲みに行けるようになるので楽しみ。七子とも行こう。七子とか酔っ払うのかな。酔っ払ったらすごいなんか説教臭くなりそうな七子大滝とは飲んだことあるし、真帆ちゃんとも飲んだことあるし、マリナとも飲んだことある。マリナとね、大滝とね、カラオケ行ってね、なんかそう、マリナはずっとなんか昔の歌を歌ってた。大滝は何歌ったかな。あ、なんかバンドの歌おはよう。そう、でもね、
最近酔っ払わないけど美味しくないんだよね。そう、何回もよく言ってるけど、そう、ちょっとブラス、もう洗濯してるんだ。滝の音聞こえますか？結構な騒音。すごい縄跳び。そう、まつげって大事なんですよ。ちょっと今は曲がってなかったけど、でもなんか自然と目覚めました、目覚ましの前に。油断は真帆ちゃんにおすすめ、真帆ちゃんにおすすめされたやつ。でも今日からお盆休みなんですよね。さっきテレビで言ってたね。みんなお盆ですか？みんなお盆入ってますか？休み、仕事が休みの人と休みじゃない人と山の日の人がいます。ちなみに私は休みじゃないよ。そうなの、お仕事なの。お仕事っていうか、まあ握手会なんですけどそう、3日連続握手会です。幕張メッセで、ぜひ遊びに来てください。来たかったらぜひ今度来てください。もうね、緊張するな。そう、明日が予備選。あ、洗濯終わったあ、そうだ、昨日ね、かのちゃんがね、コナン君のね、ゲームしてて、一緒にやった。そう、面白いゲームしてた、コナン君の。コナン君、ここにいる。ほら、コナン君はね、本当はね、ここに台があったのに、台をミニオン風に取られてるんです。だから、地べた。地べたに、この状態で。七子のショールーム始まったって。じゃあ私も初見に行きたいな思ったけど、スマホで配信してるので見れませんでした。あ、ゆかちゃんが、あ、うなじろうくんが、
美味しそうだったうなぎ。コナンカフェってまだやってんのかな。でも原宿のコナンカフェの前、この前、この前じゃないけど結構前通ったらなんか並んでた人が。でもあれ予約しないと入れないんじゃなかったのかな。伸びたのかな、また終了の期限が。もう人気すぎて伸びてるんだよ。新潟から東京までどのぐらい時間かかる？そうだな、歩いていくと、1ヶ月ぐらい？そう、これから歩いていくんだ。そうな、でもこれから歩いてくの。だから応援して、頑張れって。私が握手会の会場にたどり着けるように。もしいなかったら私は山道で遭難したと思ってください。今村さん自転車も使ったけど、私は自転車も使わないでいくの。そう、歩いて。今日は一部、三部からだから、三部は12時半かな、12時かな。もうお昼ぐらいには着く予定、飛ばしてくから。頑張ります。応援しててください。おはよう。イエーイ。やばい、ちょっと準備進めながらにしない。やばい。私はもう間に合う気がしません。こうやってなんてずっと前に溜まりましたよ。
もうみんなはなんかもうどうのこうのどうのこうの心配してたけど、結果止まりました。入れるの忘れた、これ。もうドライアイってさ、本当に目乾いててね、シパシパするんですよね。おはよう。今日の髪型は何だと思いますか？今のところ予定では三本結びかな。あ、またこれ入れるの忘れた。財布も忘れてた。ありがとうございます、だるま。おはよう。あ、中井と同じも、え、顔文字だ。最近中井のショールームのなんか名前がなんかよくわかんないけど、その好き顔みたいな、好きハート顔だか忘れたけど、そんな感じになっててさ、そういつもなんか通知でポーンってくるんだけどね、来た瞬間シュッて消してやる。なんか顔文字嫌だからそう、寒気寒気。昨日もね、なんかね、中井がね、なんか中井君のニュースでさ、なんかこうみんなでこう固まってるところがあるの、なんか、どんなポーズしてんだろう、みんななんかこんな感じで固まってるんだけど、それに私がポンって触っ歌いながらポンって触った人がなんかファーンって、ね、動くみたいな振りがあるんですけど、まあ止まってるスタイルは自由なんですけど、中井がもなんかこんな感じで止まってたよ。ちょっとなんか角度がおかしい。なんかもうなんかこんなで止まってたんですよ、ちょっと頭叩こうかと思ってそう、終わった後にマジ寒気って言っといたどんどん上に行っちゃう。なんで？何分？44分。今日8時だと思った、ごめんなさい。ちょっと8時より早めに始めるという快挙です。
いテレビ明日。ねえ待って、怖い映像見ちゃったんだけど。無理、見ちゃった見ちゃった、やばい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 。あと一人の時に見たらもうやばい。もっと出すって言ってから出してほしい本当に。怖いの苦手、見るの好きだけど一人じゃ見れないタイプ、みんなで見るのが楽しいタイプ。みんなでみんな楽しい。なんか一回ね、夏にねすごい暑くて、暑かった時に友達とみんなで見て、なんか涼もうみたいな、涼しくなろうって言ってみんなで見たんですけど、だからなんか寒くなるんじゃないかと思って、ちゃんと毛布っていうかなんかタオルみたいなのをみんなで一緒にこうやってかぶって見たんですけど、なんかもうビビりすぎて、なんかそう緊張的な感じでなんか汗かいちゃって、逆にもう毛布とか、毛布かけてんのは暑くてもう全然涼しくならなかった。あれ怖い話見たら涼しくなるっての嘘だと思う本当に。めっちゃ暑かったよ。ね、涼しくなったことなんかないんだけど、私あれ怖い話見て。脇屋敷とかは本当にね、絶対無理。ここだった。むふちゃんには夏休みはないかもしれません。わからない、あるかどうか。わかんないんだよね、スケジュールが。うん。まあでも一日中お仕事ある日もそこもそう。まあ今日明日明後日とかは合宿会一日中だけど、夜公演だけの日とかもたまにある。そういう日は午前中とか自由な時間があるので、まあ全然大丈夫。
視界は今から抜いてく。夏休みやったらどこ行きたいかな。ロンドン。ロンドン海外行きたい。一応パスポート持ってるんだ。使ったことないけど。ドライアイ本当に。あ、やばいやばいやばい。準備がやばい。何持ってばいいんだろう。はあ、やばい。準備しなきゃ。車の免許取りたいけど通うのめんどくさい。いつも慌ててますよ私。いつも遅刻しそうになる。ななこ何実家にいるの？自転車は免許持ってる。5歳ぐらいで取った。あ、嘘。5歳は持った。6歳。電車はね、1歳ぐらいで買ったかな。そう、ななこ誕生日。
少しか楽しんでますか？まだ始まってないです。はい、もうすぐ今日は3部からです。うん、そうそう、身分証としていいんだよね、免許証は。わかるわかる。女子会で結婚してくださいって言われないの？言われても断ります。握手会、そう、3日間。ないですなんだけど、結婚しない？しないです。しません、絶対にしません。理想のタイプは、そうだな、イケメン。だから眠い、もうね、眠いんじゃなくてドライアイなの。目が開けてられないんですよ。あ、みんなもイケメン好き？移動中に寝れないよ、だって歩いてるんだもん。歩きながら寝れないですよ。やばい、あと2分で私はきっかり切るんで、最後のお別れを、じゃあ名前を呼ぼうかな。いつもやんないくせに。見えません。あ、見えました。1位、ケイトさん。あ、ケイトちゃんかな、わかんない、女のアバターだからわかりません。2位、なんか台湾のアット台湾さん、その前はちょっと読めません、ごめんなさい。ツイッター連携してます、ありがとうございます。3位、こうさん、緑です。ありがとうございます。4位、ことぶきさん、日本一です、ありがとうございます。5位、流通の狼さん、ありがとうございます。6位、シジュウカラさん、ありがとうございます。7位、 DYAMA さん、ありがとうございます。初めて読んだ。ちょっと早朝なんで、わざわざこの早朝に来てくださった皆さんに、ということで。全部読めないっていうか、もうやめました、ここまでで。
ということで、はい、ありがとうございました。明日は8時にきっとできると思うので、ぜひ見てください。今日は見てくださって本当にありがとうございました。今日から3日間握手会よろしくお願いします。今日は3部からです。3部、4部、6部間違えました。3部、4部、7部、8部です。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。